おはようございます。2022年2月17日木曜日、時刻は8時36分、気温は3度、寒いです。出勤です。改めておはようございます。寒いですね。気温3度ということで、なかなか春が近づ春になりませんねって言おうと思いましたが、まだ2月ですもんね。寒いです。昨日の夜はね、帰り昨日ちょっと遅くなりまして、9時ぐらいだったかな、雨がちらちら、雨じゃなくて間もなく踏切です、はい、雪がちらちらしておりました。今日のカメラも安定の DJI ポケット2、それから音声は DJI ポケット2のワイヤレスマイクでお届けをしております。昨日の動画でお話をしました、ブラックマジックデザインのビデオアシスト5インチ、12GR ですね、無事に届きまして、動作検証もしましてね、問題なく動きましたので、まあ一安心というか、ああいうのって機能が多いので、全部の機能をね、なかなかチェックするっていうのは難しいんですけれども、とりあえずまあ録画再生、それから一番の問題だった電源を入れ直してもね、日付がリセットされないということは確認できましたので、古い方の、問題があった方は昨日メーカーの方に返品をしました。あ、ちょっと雪降ってきましたね。多分カメラには映るか映らないかという雨じゃなくて雪ですけれども、なんかチラチラしてますね。チラチラよりちょっと多めに降ってます。そのモニターもまあとてもよくできていて、いいものなのでね、これからも大事に使っていこうと思った朝でした。今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。皆様にとって良い一日となりますように。それでは今日も一日張り切っていきましょう。